こんにちは、速稼塾の久保です。国会見てますか？いわゆる森発言によって橋本聖子スポーツ大臣がですね、かなりね毎日追及されて、さすがのアスリートといってもね、心折れてるんじゃないかなと思うんですよ。本当に気づかれる場面も出てきて、いい加減この女性をね、橋本さんを責めるのやめてくれと私も思うんですよ。だって森さんが悪いわけでしょ。で、橋本さんはどっちかっていうと森さんによってしわ寄せを食らってる被害者ですからね。で、国会見てたら、とんでもないものが映ってきました、今。だからね、巻き戻してチャプターしたんですけども、これね、橋本スポーツ大臣の後ろにいるのが、あの田村厚生労働大臣なんですよ。で、橋本大臣が追及されて怒られてるのをね、見て、後ろでね、笑ってんの。ほほほって言ってから、ね、これひどくないですか、これ。まあ、確かに、田村厚生労働大臣から見たら、面白いんでしょうね。こういうふうな。人が責められてるのは、いつも怒られてるから、自分が。いや、でもこれちょっとね、あんまりにもひどいんじゃないかなと思って、ひどいところをまた私もね、こうやキャプチャー取るのがもっとひどいわけなんですけども、ちょっとこれ、田村厚生労働大臣、確か、あれですよね、ご家族もいらっしゃるということでね、娘さんでしたっけね、お子さんとかいらっしゃる中で、これちょっと心配ですね、こういうところをすっぱ抜かれちゃったりすると。まあこれ別の件で笑ったのかもしれないですけどね。ただちょっと橋本聖子さんが追及されてるところですごくね、もう憔悴してるところで、後ろで田村厚生労働大臣あのタイミングで笑うとさすがに印象悪いかなと思ったんでね、まあ印象悪いんだったらね、スルーしろっていう話なんですけども、スルーしないのが私のいやらしさなのかもしれませんね。ちょっと田村厚生労働大臣ね、冷たいなって言われたじゃないですか、この前も。立憲民主党の河内さんとかに、河内さんでしたっけね、冷たいな。まあちょっと見てくださいこれ。どうぞ。大臣、もう一度ご答弁お願いします。橋本聖子国務大臣。しっかりとご意見として伺っていきたいというふうに思います。その上でやはりこの東京大会の意味するもの思います。その上でやはりこの東京大会の意味するもの、それはやはり多様性と協調というものが大きな柱になっております。こういった状況をしっかりと、反省を含めて、またさらに IOC、東京都組織委員会としっかりと連携を保ちながら、理解、信頼を回復をして、そして安心安全のもとに多くの皆様方に、理解をいただいて、そして誰もがみんなが今嫌な気持ちになってる。日本中が、世界中が今嫌な気持ちになってる。